品川水族館では今日、開館から累計で2000万人の来館者数を突破し、記念のセレモニーが行われました。記念すべき2000万人目の入館者であることを認定いたします。品川水族館は1991年10月19日に開館し、来館者は今日で累計2000万人を超えました。2000万人目となったのは、埼玉県伊奈町から来た星蒼太くん5歳。生き物が大好きで、将来なりたいものはサメだということです。セレモニーでは蒼太くんに来館2000万人目の認定証や年間パスポートなどが贈られ、お父さんと笑顔で記念撮影に臨みました。嬉しい子供も1年間パス無料ということなので、妻も一緒にですね、今度は3人でまたいっぱい来たいなと思います開館からおよそ30年が経過した品川水族館では、施設や設備の老朽化などを受け、2027年度にリニューアルオープンする予定で、準備を進めていくということです。